で KBC のこういったイベントにはよく来てくださっていまして、もう本当に素敵な方なんですけれども、古村さんはあの浜田省吾さんのバンドのメンバーでもいらっしゃるということなんですね。そしてアルバムも多数出していらっしゃいます。それではお呼びしましょう。あ、もういらっしゃってました。古村俊彦さんです。大きな拍手でお迎えください。ようこそ福岡に来ていただきましてありがとうございます。今年はどんたくいろいろご覧になりました？チェックチェックと入ってます。古村でございます。はい、どんたくですか？はい、おかげさまで、すみません、ちょっと集中入ってます。あのですね、7階のエルガーラホールで KBC ラジオの焼酎祭りが行われているんですね。会場にはもう本当にたくさんの本格焼酎が集まってるんですけれども、はい、古村さんよく飲んでらっしゃったみたいですね。すみません、午前中から飲んでしまいました。そこに控室があるの。なんででしょうね。なんででしょうね。飲めと言われてしまったかなみたいな、もう古村さんのためにね、近くにご用意しておりました。すいません。焼酎はお好きですか？好きですね。どんなのを飲まれるんですか？最近芋が好きですね。そうですか。じゃあもうやっぱり福岡に来た時は居酒屋なんか行かれたりして。はい。おかげさまで。古村さんはですね、焼酎もですけれども、ラーメンも結構お好きなようですね。あ、そうですね。なんすかそれは。いや、結構飲んだ後にラーメン一杯なんかもされるのかなと思いまして。これやばいんですよね。飲んで騒いでラーメン食って毎日こういうところやらけてくるって知らねえなこんなの。でそれやっちゃうとね、太っちゃうんですよ。すぐに。最近それやめるように気をつけてるんですけど。ちょっと。でもまたね、福岡に来ちゃいましたから今夜もそうなるかもしれませんね。はい、できるだけ自重したいと思いますが、はい、さあ、じゃあ今からですね、はい、古村さんのサックスご披露いただきたいと思いますけれども、今日はどういった曲をご紹介いただけますか？今日はですね、なんと新曲をドドッと持ってまいりまして、いろいろって2曲しかないか。割とちょっとチャレンジしてみようかと思いまして。はい、ですか。はい、だから前KBC で去年までサウンドストリートという番組やらせていただいてたんですけど、それで結構ずっとアルバム作ってきたんですけど、それ終わりまして、ちょっと割と腰を据えて曲を作るみたいな感じで、そういうこともやってますんで、その辺をちょっとまだ発表の段階ではないんですが、披露してしまおうかなと。じゃあもう今日こちらにいらっしゃってるお客さんラッキーですね。さあ新曲を早くもお聴きいただけるということで、はい、もう拍手の方も上がっておりますけれども、はい、はい、それではお願いいたします。古村俊彦さんです。皆様大きな拍手でお願いします。
ストリートシリーズ、終わって、まあ、新たにこういうことをやりながら、あと他にも調子患者さんという私の相棒がおりまして、その方と来月また調子患者と古村俊彦でカンフル剤行ってるんですけど、まあ、その場しのぎって感じですか。そういう、まあ、ユニットなんですけども、6月の6日で6日にどこだっけな、ドラムさんっていうところでやったりもいたしますが、またそれとは別に、自分だけのソロを8月の28日から、ドリームボートの方でやろうなどと企んでおります。でですね、次の曲はですね、そのサンドストリート時代に作った曲なんですけど、どこだっけな、あれは油山の方にあるんですけど、マセさんという方がいらっしゃいまして、そちらでこのダイナルでもよくやってたんじゃないかな、ハロウィンランプというのをその方お作りになってまして、その人のところにもちょっと番組でお邪魔した時に、作らせていただきました。ハロウィンランプという曲をやってみようかな。はい、
ました。そのあとさっき言うの忘れちゃったんだけど、本当はですね、今回どっちかっていうと割とまあこういうイベントもさせていただきながら、まあ来たついでってこともないんですけど、あさって知り合いって言いますか、私の恩師のような方なんですが、金子麻里さんって方がいまして、その方が、赤坂のドリームボートで、まあ、僕はよくやると思うんですけど、ライブやるもんで、これは一つ乱入しようかなと、まあ、どんたく明けでもうみんな疲れちゃって嫌かもしれないですけど、よかったら赤坂のドリームボートで、ね、遊びに来ちゃってください。なんだ、そんな告知ばっかしてていいのかな。はい、まあ、そんなもんで、もう一曲ですね。じゃあ最後にお昼もちょっとやらせていただいたんですけども、それも新曲で、Beyond the Forest という曲をやろうと思うんですけど、まあ新曲と言いましても作ったのはだいぶ昔のことで、やっぱこれサンドストリートと同じような感じで街を歩いて作るみたいな、名前忘れちゃったんですけど、奈良を散歩しながら作った曲でございます。Beyond the Forest 聴いてください。
なさい。ありがとうございました。古村俊彦さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。いやーかっこよかったですね。生のねサックスの音色も本当にパサージュ広場一帯に響き渡ってましたけれども、本当に素敵でした。で古村さん、結構味のある面白い方ですからねまた古村さんのライブ見に行っていただきたいと思うんですが、ちょうどですね、6月6日の日曜日に福岡市中央区の長浜公園のそばにありますドラムさんで古村俊彦さんのライブが行われますので、もう一度聞きたいという方はぜひドラムさんの方へお越しください。